あ、これやな。なんかサボテンも一緒にあったけん。え、またか。マヤたちのアイラの像をハイエナ盗賊団が狙っている。許せない、戦えます。でも前もさ、なんか目をつけられたみたいなのあったけど、こんなんなかったよ。なんかいつの間にか平和に戻っとったけど、あれはあれでよかったんかな。もうあれで解決しとったんかな。なに、しびれたしびれた。おいおい、ちょ待って待って、ルーカスがやられそうなんですけど。ルーカス復活させんでも大丈夫かもしれん。やっつけた。イエーイ、お宝を守った。え、これ守れんかったらどうなるん、持ってかれん、最悪やん、せっかく集めよるのに。アイラの像をハイエナ盗賊団から守った。え、勝利ボーナスでより高くなるってこと？価値が上がる？すげえ。すげえすげえ。んで？いい感じですね。どんな感じ？あ、まあ半分ちょいぐらいか。ちょっと待って、もう一回あのクフィ砂漠島に行って、じゃあの最後の秘跡のやつ調べようや。この辺やったっけ？マスカラ大風穴やったよね、なんか。どの辺ですか？こっちか。え、どの辺？こっちか？ん？数字出てなくない？あの、距離のやつ。とりあえずここから飛んで、え、どこ？え、どこ？あと何メートルみたいなの出てなくない？え、どこですか？全くわからねえ。え、でもこの辺よね？なんか近くにお宝があるっぽい。下ろしてくれ。なんかどっかに銀色の宝箱出た？下かな？ん？この辺金色の宝箱あるかなと思ったけど、ないんか。銀色の宝箱、え、どこに出たの？なくない？うぅ、びっくりした。めっちゃびっくりした。あれか。敵の真下。よし。絶対取れんと思ったのに取れたわ。敵の方がどっか行ってくれた。なに？鍵や鍵。で、どの辺かな？お宝はどの辺ですかね。いよ。ちょ、早く戦闘終わってくれないかしら。探索連携を使いたいんだけど、私。よし。どこどこ？なんか木の根元。どの木だ？これか？あ、これやな。なんかサボテンも一緒にあったけん。え？またか。またか。お宝ダンジョン多いな。お宝ダンジョンめちゃくちゃ多いな。痛い痛い。ちょ、待って。あ、あそこか？ちょ、とりあえずあのお宝ダンジョンは、ちょっと置いとくわ。え、どの辺？この辺？この中かな？マスカル大風穴っていうぐらいやけん。いえいえいえ、つって。え、どこですか？ちょっと待って。これをね、マスカル大風穴の石碑を調査。え、場所とかわかるんかな？どれだ？これか？違うね。旅人クエストか。これの石碑の調査。
どこだ、ここか。あ、マスカラ大氷結これやな。で、一応目印つけといて、あっちか。目印つけるんやけどさ、このなんかフィールド上に全然表してくれないんだけど表してくれないんですけど華麗にスルーしていくやつ。え、マジどこなんですか。あ、あれか。何、また近くにあるの。大丈夫かぶ。待って、探索連携今使えないんだよ。じゃ早く宝箱を調べたいんですけど私。あ、いける。こっち？え、またこっち？え、またこっちなの？お、上がれんかった。ここから上がれる。どの辺？なんかずっとこの近くにない宝箱。何個あるの？なんかまた。あー、そっか、あれか、さっきのやつか。あ、そういえば取ってなかったね取ってなかったっすね。ダンジョンやろ。え、これはさ、この辺のどこかにありますよっていうだけか。あの石碑が。詳しい。埋もれるー詳しい場所みたいなのは全然教えてくれないのね。なるほどなるほど。でも多分あそこよね、おそらく。あれだわ、あったわ。普通に、急に普通に数字出てきた。行こう行こう。なんか誰か落ちたよ。誰か味方落ちたよ。めっちゃ危険じゃない？降りたーい。絶対これ大ダメージやん。まあまあ、でも1残ることは分かっとったけん体力よしよしよし。え、あれさ、落ちて死ぬことはないよね。あ、メタルスライムおる、やっつけよう。メタルスライム、メタルスライム。え、あっという間やった、びっくりするぐらいそんな一瞬でやっつける。なんか2つぐらい銀の宝箱ある。イエーイ。やったぜ。なんか爪、爪だ爪だ。でここにもめちゃくちゃなんかモワ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 なりよる。待って、攻撃される。へい、こっちは、これはなんだろう。何、銃かな。さあ、これですね。戦闘をやめろよ、戦闘を。私はこれを調べたいんだけど。おいおい、みんな、おい、みんな、もうちょめっちゃ吹っ飛ばされたんですけど。お、なんかやっつけた。はい、こっちおいで、早く。よし。石碑には何やら古めかしい文字が刻まれている。しかしマヤには読むことができなかった。アネムア王女が言ってた石碑だね。僕なら読めるから読んであげるブ。ファドラとマドラは互いを信じ、互いを愛した。竜の探検はその思いの現れなり。これで全部いけたよ。イエーイ。待って、さっきの拾っとこう。闘魂エキス。トラムに報告。あ、今出たあれかな。出たあれはいいんやけど、どこだ
どこだ？なんかさっきこの辺からさ、あ、あれやあれ。そうそう、あそこ気流に乗って上に上がらんといかんのやな。なんか強そう。大丈夫かブー？大丈夫じゃないので早くこちらに来てください。ちょ、上がらせて。は、気流は、どこから？ん？なんか見えない見えない、みんなちょっと邪魔だよ。ここか？え？ここ出てる？出てるね。なんかあっちの方向向いて出よるね。オッケーオッケー、行くぞ。は、これは一体どこに向かってんだろうな。なんか卵の殻の中向かってない？いや、上か？なんか上に上がりよるね。あ、よし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 、うっしゃー。あ、で、あそこか。お、なんかここにも、ん？今ここにも出んかった？気のせいか、こっちか。今回は銀色の宝箱がザックザクやね。イエーイ。ねえ、打ち物だな。何これ、鎖鎌？そういえばね、また映してないところでも、派遣、戻ってきた派遣が、ちょっとお宝をゲットしとったんやけど、何やったっけあれ、勇者の像3やったんかな。多分前、動画の中で1、いいものだぞ、カットされてるかもしれんけど、勇者の像1をゲットしとったんやけど、今回ね、3もゲットしたよ。なんか強そう。大丈夫かブー？勇者やったんかな？ちょ、忘れた。なんか女の子やった気がする。女戦士やったような気がする。さあ、これで全部終わったよ。石碑見つけたよ。この島の砂鳴きの荒野とマスカラ大風穴にある2つの石碑。それにもう1つ、テアリア氷雪島のスタール氷河にある石碑を調べてほしいんだ。石碑を見つけたら書かれている内容を全部僕に教えてくれるかい？いやいや、もしかして3つの石碑を全部調べてきてくれたのかい？もしそうなら僕に石碑の内容を教えてほしいんだけど。いいよいいよ。マヤはトラムに依頼を受けた石碑の内容を伝えた。それが石碑の内容なんだね。よーしよし、これでアネモア様に報告できるな。あげるよ。この緑色の鍵がお礼だよ。緑色をした宝箱を開けられるんだとか。なんか途中で見つけたやつ緑色やったよね。でも場所は覚えてない。でもその宝箱を見つけるのは難しいらしいけどね。見つけたんだよ、忘れたけど。マヤはトラムから報酬を受け取った。やった！何これ、シトロンの像、アネモア王女が連れている仲間モンスターの像。やった、あざす。緑の鍵、アネモア親衛隊員トラムからもらった緑色の鍵、調査をしている時に見つけたらしい。同じ色の宝箱を開けられそうだ。どこをうろつきよったんかも覚えてないな、全然。ありがとう。本当に助かったよ。君のおかげで、アネモア様に怒られずに済みそうだ。怒るんか、あの人。ああ見えてアネモア様は怒るとおっかないんだけど、それは僕が危険なことをした時だけだって気づいたんだ。なるほど、そういう。めちゃくちゃなんか、子供扱いって感じなんやね。よし、帰ろうぜ。帰って鑑定する。鑑定鑑定。クフィ砂漠島やったよね。え、テイリア氷雪島か？あ、テイリア氷雪島やね、緑の宝箱。あれやあれや。え、氷河の駅？違う違う違う、私は帰ろうとしたんだよ。帰って鑑定するブ。テイリア氷雪島の、オノリウス見つけたあたりにあったんや。さあ到着。金はなかったけど銀は大量に持って帰ってきたよ。ワクワク。武器だらけって感じやね。なんか盗賊の鍵14万、盗賊バコタが作ったという合鍵、懐かしい。鉄の爪21万、すべてが鉄で作られた爪状の武器。初めてのお宝。何これ、水鉄砲かわいい。4万2000、
ピュッと水が飛び出すおもちゃの鉄砲、鎖鎌、17万。鎖の先に鎌を取り付けて作られた武器、鉄の体験、16万。冒険者向けの鉄で作られた両手用の剣、盗賊の鍵、備品屋、備品一つに高級二つ。そっか、シトロンの像がかわいいかわいい。240万。アネモア王女が連れている、あ、読んだなこれさあこれで頑張りましょう。ザクザクです。まただいぶいい感じに溜まった。よし、オッケーオッケー。いや、なんかね、どれやったんかな。トレジャー、私があのてか派遣で持って帰ってきてくれたやつ。あれ、この辺ないな。あれはジャンクなんかな。あ、これや、戦士の像、戦士の像や、戦士の像3、その2。これをね、あの派遣で持って帰ってきてくれた。ドラゴンクエスト3、そして伝説へ最前線に立って敵と戦った己を鍛えし者の像、かっこいいな。レプリカって何？一個も持ってないね。なんなんやろ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、また、まあ、クエストこなしながら、お宝をいっぱい持ち帰って、ダーンレベルを上げていこう。